よろずや金之助さんもいらしたんで、はい、破れ傘投手の、てめえたちは人間じゃねえ、叩きてやるっつって、で黒柳さん、いかがですかよろずやさんって言ったら、明日からそうやります。宇野重吉さんはね、似てたんですよ当時僕、はい、寺脇さんのお父さんです、宇野重吉さんっていうのは、はい、まあそれはあれで最初に民芸を立ち上げましてね、